ご紹介するのは、第二次大戦の激戦として知られる妖刀の戦いです。釣り鉢山に星条旗を立てる米兵たちの姿でも知られるこの戦いは、太平洋でアメリカ軍が日本軍を上回る死傷者を出した数少ない戦いでもありました。島に強固な地下陣地を築いて敵の上陸を迎え撃つ栗林忠光中将率いる日本軍守備隊の前に、上陸初日の戦闘では地獄の悪夢を見た海兵隊。それでも彼らは前進を続け、徐々に島を攻略していきます。そしてついにこの戦いの象徴とも言うべき釣り鉢山の星条旗が立てられる瞬間がやってきました。最初の夜と2日目の戦闘。1945年2月19日、硫黄島上陸デタッチメント作戦を開始した米海兵隊は、上陸海岸で周到に構築された陣地を駆使して待ち構える日本軍守備隊と激しい戦闘を繰り広げながらも、島内へと進撃し、その日のうちに一部は島の西海岸へと到達。日本軍を北部とすり鉢山の2つに分断します。夕方までに3万名の海兵隊員が上陸を果たし、さらに4万名が後に続きます。反面犠牲も大きく、第4海兵師団の第25海兵連隊などは 83.3% もの死傷率を出していました。数が多すぎて病院船まで運べない負傷者は、海岸付近の安全な場所を見つけて治療が行われていました。初日の戦闘で多くの損害を出した海兵隊員たちの多くは、早く夜が来てくれることを願いましたが、これまでの経験から、夜になれば日本軍の万歳突撃が始まるだろうことも覚悟していました。しかし硫黄島守備隊司令官栗林中将は、無駄な犠牲を避けるようにと指導していたため、アメリカ軍が警戒していた万歳アタックは起こらず、代わりに夜を通して砲撃が起こり、米兵たちは休むこともできないまま眠れぬ夜を過ごします。眠りにつこうとしたところ、地面の中からうめき声が聞こえてきたため、生き埋めになっている味方がいるのかと掘り返してみたところ、日本軍のトーチカが隠れていて、中に日本兵が潜んでいたという出来事もあったといい、一体どこに敵がいるのか一時も油断できない状況にありました。この作戦に参加していたある従軍記者は、どこのドイツかはわからないが、ここの日本軍の指揮官は賢い野郎だと言ったといいます。夜が明けると、アメリカ軍は艦砲や艦載機、砲兵の支援を受けながら着実に前進していきました。上陸初日に築いた回廊を南北に押し広げ、第4海兵師団は千鳥飛行場、第1飛行場を占領。銃撃が比較的効果が薄いと判明したため、海兵隊は手榴弾や火炎放射器によって日本軍の統治下を一つずつ潰していきます。艦載機によるロケット弾やナパーム弾、火炎放射戦車なども投入されました。ただこの日はまだ日本軍の抵抗も激しく、アメリカ軍はわずかな距離しか前進することができませんでした。釣り鉢山の戦い。翌21日、第5海兵師団第28海兵連隊は、島の南端にあるロットロックことすり鉢山の攻略に向け、午前8時30分から前進を開始しました。戦闘は上陸初日から開始され、アメリカ軍は頂上を目指しじりじりと進撃。厚地兼彦大佐率いる約2000名のすり鉢山守備隊は、麓から800メートルほどの場所を主陣地に第1線、第2線を築き、敵を迎え撃ちましたが、20日までに第2線の大半が攻略されており、兵力も800名ほどに減少していました。海兵隊は艦砲射撃や艦載機、さらには火炎放射戦車や王林手榴弾、ガソリンを入れて火を投げ入れるなどの方法で陣地を殲滅していきます。特に対戦車火器に劣る日本軍にとって、シャーマン戦車は大きな脅威で、戦車爆雷を持った歩兵の決死隊による肉薄攻撃などを仕掛けますが、火炎放射を浴びて失敗に終わり、地下陣地へと後退していくしかありませんでした。21日には洞窟や岩場から小銃で応戦するくらいしかなくなっており、海兵たちも日本軍の抵抗が弱まっていることを肌で感じていました。23日には釣り鉢山の拠点はほとんどが制圧されており、
午前10時15分、第5海兵師団は、ついに頂上へと到達します。翻る星条旗。23日午前8時、第28海兵連隊第2大隊長チャンドラー・ダブル・ジョンソン中佐は、偵察のため、一個小隊を、釣り鉢山の頂上へと派遣。ハロルド・ G ・シュリアー中佐率いる40名が山頂へと到達すると、10時20分、ジョンソン中佐から託されていた星条旗を掲げました。この時使われたポールは、その辺に落ちていた日本軍の貯水槽のパイプであったといいます。星条旗が上がるぞ。これを見た全島の海兵隊員たちは、仲間の快挙に歓声を上げ、海上の艦艇群も祝福の汽笛を鳴らしました。直後、潜んでいた日本兵が、軍刀と手榴弾を持ってシュリアー中佐に襲いかかってくるハプニングがあったものの、すぐにこれも撃退。硫黄島の戦いを象徴する釣り鉢山の星条旗は、大いに将兵らの士気を高めました。これを見ていたジェームズ・フォレスタル海軍長官は、上陸部隊の指揮官ホーランド・スミス海兵中将に、これで向こう500年、海兵隊の立場は安泰だろうなと言い、スミス中将は目に涙を浮かべてこれにうなずいたと言います。創設以来、陸軍との競合により存在意義を問われることの多かった海兵隊にとって、硫黄島の星条旗は上陸作戦のプロである海兵隊の存在価値を証明するのに十分なものでした。なお、よく知られている事実かもしれませんが、有名な硫黄島の星条旗の写真は、この後に掲げられた2度目の旗のものです。ほどなくして、最初に掲げられた星条旗は、降ろされて記念品になり、2度目の旗が掲げられることになりました。この時、AP 通信の報道カメラマンであったジョー・ローゼンソールが撮影したのが、現在、硫黄島の星条旗として知られている有名な写真です。最初の旗が約 71×137cm であったのに対し、2度目の旗は、揚陸艇の乗員から提供されたもので、約 152×244cm と2倍ほどの大きさがありました。硫黄島の星条旗は、アメリカ本国でも報道され、多くのアメリカ人に感銘を与えるとともに、アメリカにとって太平洋戦争の象徴というべき写真として記憶されることになります。釣り鉢山守備隊の最後。山頂に星条旗が上がり、すっかり敵の手に落ちたかに見えた釣り鉢山でしたが、中にはまだ守備隊の生き残り300名余りが隠れ潜んでいました。23日午後11時頃、地上へと現れた彼らは、軍服は火炎放射器と黄輪弾でボロボロに焦げ、顔もすすけ、喉をジェイジェイと鳴らし、まるでの亡霊のような姿になっており、ああ、空気がうまい、ああ、うまい。と、岩場に隠れて深呼吸を繰り返したといいます。生存していた二人の指揮官である、地区隊長、松下久彦少佐と独立歩兵第312大隊長、永田健次郎隊員は、アメリカ軍の包囲を突破し、北部にいる主力部隊と合流することを決めます。敵情は全く不明だが、我々は完全に敵の包囲下にあると考えてよい。各隊は分散して敵船に潜入攻撃し、一兵でも多く主力に合流せよ。松下少佐の命令の下、兵士らは釣り鉢山からの脱出を図ります。しかし、命じる指揮官らも含め、皆脱出などほぼ不可能であろうと分かっていました。陣地を出た守備隊は、小隊ごとに分かれて敵戦線に潜入しますが、たちまちアメリカ軍に発見される者も現れます。アメリカ軍は、これを万歳アタックと考え、照明弾を打ち上げ、集中砲火を浴びせました。この脱出では、釣り鉢山で120名が戦死。脱出した永田隊員らも、飛行場付近での戦闘で戦死。松下少佐は途中で敵に見つかり、地下陣地へと引き返しており、合流できたのは水野小八軍曹らわずか25名のみでした。こうして釣り鉢山での組織的な戦闘は終了しましたが、島にいた日本兵はこの後25日の早朝にも山頂に日の丸がはためく姿を見たといいます。夜中、密かに掲げられたものとみられ、シャツが何かで作られ、赤い部分は血ではなかったかということです。これを見た日本兵らは、
まだすり鉢山で戦っている友軍がいるのだと思ったそうですが、その後、山頂には、また星条旗が掲げられ、二度と日の丸が上がることはなかったといいます。すり鉢山を陥落させたアメリカ軍は、残る島の北部へと進撃し、日本軍と最後の死闘を繰り広げることとなります。ご視聴ありがとうございました。もし、よければ、もう一本、この日本の火力の動画をご視聴いただけると、とても嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。